私の名前は水木。小学2年生の娘千秋と生まれたばかりの息子ひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のにやまる。この3人を育てている兼業主婦だよ。近所に住んでいた翔子さんという女性が3年前に離婚したんだけど、その翔子さんから久しぶりに連絡が来たんだ。でも当時離婚した時の内容が本当にひどかったんだよね。3年前。水木さん聞いて。翔子さんどうしたの？うちの夫の顔超ブサイクじゃない？もう耐えられないんだけど。しかも地味だしさ、年収500万しかないし、気も弱くてうじうじしててマジでキモすぎ。だからね、離婚することにしたの。え、離婚？だってさ、大手企業勤めだから年収3000万くらいになるかななんて思って結婚したんだけど、年収500万だよ。何が大手だよって感じじゃない？しかもお金が足りないからバイトしろって言ってるのに全然してくれないし、妹夫婦の家よりも貧乏とかありえないんだけど。いやいや、ちょっと待ってよ。年収500万って立派だよ。それに翔子さんは専業主婦だよね。だから何？確か翔子さんの妹さんって正社員でしょ？そりゃ正社員共働きだったらそっちの方が世帯年収は高いと思うけど。そんなのどうでもいいの。私にとって夫が低収入でつまらない男ってことが最低なの。てかさ、どう考えてもうちら釣り合いが取れてなくない？大手勤めで真面目な旦那さんと家事もしない奥さん。ま、確かにそうかもね。だから離婚することにしたの。私は私にとってふさわしい男と再婚するから。何それ、彼氏がいるってこと？やだ、水木さんってば結構ゲスなんだね。そういう話が好きなの？ウケるんだけど。は？まあ彼氏はいないけど、私正直若く見られるし。だから夫と離婚すればすぐに男が寄ってくると思うんだよね。この間も駅前で男の子に声をかけられたんだけど、アンケート用紙に30代って書いたら見えないって言われたの。駅前でアンケートね。私が10代に見えるんだって。10代？あー、いたいたしい。そっか、よかったね、おめでとう。おめでとうとか言われる必要ないよ。だって私自分でも10代に見えるなって思うし。はあ、まそういうことだから、あんな弱いなよなよ男は捨てちゃいます。いい男を見つけて次の人生エンジョイしちゃうぞ。こんな感じで翔子さんが離婚したのが約3年前。私たち近所の人間としてはよかったねというのが本音かな。元旦那さんは親切で真面目だし、仕事も家事も頑張っていて、ずっと翔子さんに見下されて苦労してきたのを知ってたからね。翔子さんはヒステリックな性格で、元旦那さんが何か言うとすごい勢いで怒るんだよ。だから洗脳みたいな状態になってたし、そこから抜け出せて本当に良かったよね。でもその翔子さんから旦那さんと復縁したいと連絡が来たんだよ。もちろん無理でしょって言ったんだけど、その後も何度も連絡をしてきてしつこくてね。水木さんねってば、あいつと連絡が取れないの。水木さんの方から連絡してよ。翔子さん、いい加減しつこいよ。気弱なダメ男と3年ぶりに復縁してあげる私ってば優しいでしょ。元夫も私のことを待ってるはず。早く連絡してあげて。元旦那さんは外国人と付き合ってるよ。え？てかもう日本にいないから。はは、何を嘘ついてるの？だって私先月元夫のことを見かけたの。あの気弱だった男が結構いいスーツなんか着ちゃってさ、きっと私と復縁するために頑張ったんだよ。そうじゃなくて、今の彼女さんのセンスだよ。彼女？そう、元旦那さんから言っていいって言われてるけどさ、あの人翔子さんと離婚して半年後くらいに転職したんだよ。それはだから私と復縁するためでしょ？違う違う、ヘッドハンティングっていうの？外資系から声をかけられたでしょ？でも翔子さんが大手じゃないとダメだって言って転職を許さなかったよね。当たり前でしょ？あんな男大手じゃないと意味がないんだから。ひどい言い方だね、最低。ま、離婚して翔子さんにごちゃごちゃ言われなくなったから外資系に転職して、そこで今の彼女さんに出会って、今は二人とも海外の本社にいるんだってさ。は？あんな男と付き合う女なんているわけないでしょ。
何言ってるの？元旦那さん、めちゃくちゃモテるタイプでしょ。え？ヘッドハンティングされるほど仕事の能力も優秀だし、結婚してる時はそれでいて家事も全部やってくれてたんでしょ？それはあいつの気が弱いから。いや、翔子さんがキーキーうるさいからでしょ。いつも超音波みたいな声出して怒ってたじゃん。はぁ？それに元旦那さん優秀だから何でもできるんでしょ。すごいよね。仕事もバリバリこなしてるし、それでいて料理もできるし、優しいし。気が弱いって言うけど、翔子さんの気が強すぎるんだよ。違う、私は。てか、散々バカにしてた人間と連絡取りたいって、元旦那さんと復縁したいみたいだけど、プライドないの？私は復縁してやるって言ってるの。いや、元旦那さんは若くて可愛くて優秀な彼女さんがいるし、てか離婚する時だってなんだかんだ元旦那さんはノリノリだったじゃん。え？そんなことない。あいつは私がいないとダメなの。それ逆でしょ。安定した収入があって、自分のわがままを聞いてくれて家事までしてくれる、そんな男性がいないとダメなのは翔子さんの方じゃないの？違う、私の方が上なのよ。あの後、元旦那さんの方から翔子さんに連絡をしたみたいだよ。でも当然復縁なんか希望するわけもなくて、そもそも元旦那さんはずっと離婚したがっていたんだよね。でも翔子さんはかなりヒステリックな性格で、離婚の話を匂わせるだけで発狂していたんだって。だから翔子さんの方から離婚したいって言い始めた時は、元旦那さんルンルンでスキップしてたくらいなんだよ。数日後、水木と翔子の元旦那八代の LINE。 いろいろご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。いやいや、八代さんは全然悪くないでしょ。それにしても、ちょうど大切な仕事をやっている時に翔子さんから連絡が来るとは災難でしたね。ずっと翔子のことはブロックしてたんですけど、久しぶりにメールを見たら、そっちがすごいことになってましたよ。でも彼女との写真を見せたら、ピタッと連絡が止まりました。で、翔子のお母さんから連絡が来たんです。翔子さんのお母さん、改めていろいろ謝ってくれただけじゃなくて、彼女ができたことをすごく喜んでくれました。そっか。翔子とはご存知の通りなんですけど、翔子のご両親にはすごくよくしてもらってたんですよね。だから長い間離婚に踏み切れなかったというのもあるんですけど。翔子さん、ご両親はいい人なのにあの性格なんですね。本当に。でもすっきりしました。八代さん、素敵な彼女ができたみたいでよかったです。最初は職場恋愛だし、うまくいくかどうか不安もあったんですけど、会社側はそんなの全然気にしない雰囲気だし、むしろ結構応援してくれる人も多くて。それで実はプロポーズに成功したんです。え、プロポーズ？今働いているのが彼女の出身国なんです。ご両親やお友達にも会ったんですけど、本当に居心地が良くて、この国自体もすごく好きだし。よかったね。おめでとうございます。はい。いや、元旦那さん本当に幸せそうだな。さて、翔子さんの方なんだけど、なぜかこの町に戻ってきたんだよ。そして近くのアパートで暮らし始めたんだけど、すぐにいろいろな噂が流れるようになったんだ。まあいい噂ではないよね。ちょっと水木さん、あんたこの辺りに知り合いが多いでしょ。みんなに言ってやってよ。はあ？何を？私は男に捨てられてなんかないって。ああ、なんか離婚した後に複数の男性とお付き合いをしたけど、すぐに本性がバレて捨てられたって話？なんか噂好きのママさんたちがひそひそしてたね。そう、それをやめさせてよ。私に言われてもね。こんなのひどいじゃない。まあ私自身はそういう噂話とかは好きじゃないんだけど、そもそも翔子さん自体がみんなに嫌がらせしてたからね。いろいろ言われても同情はできないよ。え？嫌がらせ？ひどかったよね。自分の思い通りにならないとキーキー騒いで、その超音波みたいな声がめちゃくちゃ不快だったよ。私の何が悪いのよ。頭か。ここは比較的長く住めたところだったから戻ってきてあげたのに。来てあげたって誰も望んでないと思うけど。私がいないとダメな人たちがたくさんいるでしょ。3年間翔子さんがいなくてもみんな困らなかったよ。何？なんでなの？きっとあいつが悪いのよ。もっと夫のせいで不幸になったんだ。はあ？だって私のわがままを受け入れてくれたのはあいつだけだったんだから。あいつのせいで
私はますますわがままになったの。そのせいで他の男たちともうまくいかなくて。いやいや、翔子さんのわがままは昔からでしょう。前に翔子さんの妹さんから少し話を聞いたことがあったけど、昔から気に食わないことがあると嫌がらせをされてたって。それはあいつが妹のくせに私の言うことを聞かないからで。そんな理由が通るわけないでしょう。とにかくいい加減にみっともないことやめたら。私はみっともなくなんかないんだから。その後、結局翔子さんはひそひそされるのに耐えられなくて、また引っ越していったよ。というか、みんなあえてひそひそしてたんじゃないかな。3年前、翔子さんのヒステリックなキーキー声がうるさくて、結構警察を呼ばれたりとかしてたからね。大切なものを自分で捨てたくせに簡単に取り戻せるなんて、そんな甘い話はないんだろうな。ちなみに八代さんの方は入籍して今はとても幸せそうだよ。しかし、あのキーキー声は本当にきつかったな。にゃにゃ丸のにゃーにゃー声みたいに可愛かったら許せるか。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。